今回はこれです。アドベントカレンダー。まあ、大人のアドベントカレンダーっていうことで、ちょっと値段設定高めのやつなんですけど、こういったものをちょっとご紹介してみようかなと思います。で、今ね、これ見ていただいているのは、こちら。ベラ。まあ、工具としてはね、有名なメーカーさんなんですけど、あと、それと同じように、こちらの、ハゼットさん。これはもう超有名なメーカーさんですけど、こちらの2つが今ちょっと手元にあったんで、これご紹介してみようと思います。こちらのモデルは、新しい最新版のものですね。ちょっとハゼットさんのものはちょっと輸入が遅れてて、ちょっとこれ去年のモデルなんですけどね、それしかまあ今手元になかったんで、そちらでちょっとご紹介です。で、これね、アドベントカレンダーって何ってなる人もいると思う。海外では結構メジャーなもので、クリスマスね、に向けて12月に入ったら1つずつ窓を開けていって、で、まあ通常でしたらね、中から飴玉が出てきたりとか、クリスマスツリーの飾りなんかがね、出てきて、こうツリーに飾り付けていって、で、クリスマスにちょうどツリーが完成するよっていう、そういったものなんですよ。で、日本ではね、あまりこう馴染みがないんですけど、海外ではね、いろんなものが出てたりします。あとね、こちらはなんかちょっとね、これちょうど24個こう窓が開いている箱なんですけど、ね、この中からこういろんな宝石とか鉱石ね、こう原石なんかがこう出てくるよなんていうやつ。まあ、こんなに綺麗なものが出てくるってわけじゃないんですけど、こういった可愛らしいものも、これまあ大体これで2000円ぐらいで売られてたりするんですけど、で、こういうのはね、好きな方にはこう面白いんじゃないかなって気もするんですけどね。で、今回のこちら工具のね、アドベントカレンダーなんで、こう、これはちょっとあれかな。こちらハセットさんのやつちょっと見てみようかな。これね、このボックスの中にこういろいろ数字が振ってあって、で、これをまあ1日から24日までね、こう探して、その日に合わせたものを1つずつ毎日開けてきます。で、そうすると中から工具セットのものがね、こう1つずつ出てきて、で、これですと完成品がこうなるよ。で、中からこういうハンドルですとか、こういうビットね、これとかソケットとか、こういうものが1つずつ揃ってって、で、ちょうどクリスマスになるとこれが完成しますっていうものです。で、まあ本当ね、工具好きな人とかにそういうのがたまんないものなんですけど、で、こちらはね、ベラさんのもの、こう毎年こうね、こう出されていってて、で、これは今回新しい2022年モデルですかね。で、中身はこれです。で、通常のベラさんのグリップ、独特なカラーリングのグリップとは違って、これはクリスマスカラーになってます、今回のものは。で、こういうのでね、楽しいのは、お買い得に揃うっていうのもあるし、あと、こういう限定カラーで揃うんで、で、ものによっては、先行販売されたりします。こう通常販売されてないものが、こう中に入ってて、で、これで人気が出た時には、通常販売されますよっていう、先行販売のものもあります。まあ、こんな感じなんですけどね。はい。で、こちらが以前買ったセットのものなんですけど、これはそうですね、2年ぐらい前のものですね、これから見ると。で、これ中をね、開けるとこんな風になってるんですけど、こちらのセットは、このケースが最初に出てきて、で、こういったものね、ソケットとか、こういうもので、こうハンドルにつけられるものが出てきます。で、これ意外とよくできてて、ベラさんのものって、これただ刺さってるわけじゃないんですよ。で、これサイクロップのシリーズのケースってそうなんですけど、こうちょっと回して抜けるようになってて、で、刺してこう締め込むようにすると、こうカチッとロックがかかって、こう抜けなくなるっていう。こうケースもちゃんとサイクロップシリーズのものとしてちゃんと作られてて、で、これはもう本当よくできてます。これで、大体ベラさんのものは毎回9800円ぐらいですかね、1万円弱ぐらいで日本国内では販売されてます。
で、毎回、そうですね、うちではプロツール .com さん、そちらから取らせていただいてます。あと、そうですね、もう一社、プライマリーツールさん、そちらからもなんか販売されています。まあ、両方でね、その時に合わせて取らせていただいてるんですけど、ここ最近は、あれかな、プライマリーツールさんの方が多いかな、買ってるのは。これも確かそうですね。で、これ、今現行のもので、これ販売されてるんですけど、これ中に、ビット入ってるんですよ。ちょっと片手だと開けにくいかな。これ。こんな感じで。で、毎日こういうのがね、1個ずつ出てきて揃うようになってる。これ、最初はこのセットにしか入ってなくて、限定品だったんですけど、グリップのこのカラーも合わせてね。で、これは今、現行で販売されてます。まあ、出してくれっていう要望もまあ出たんでしょうけどね。このタイプのもので小型なものっていうと、あと PB さんの方で出してる、まあうちでも使ってますけど、あれが結構人気があって、同じものを欲しい、同じタイプのものが欲しいっていう要望はね、やっぱあったんでしょうけど。で、これは本当にね、これで、ベラさんのね、このセットでも1万円弱で手に入るっていうのは、正直お買い得です。で、当然こうベラさんのケースにも対応してて、ここにマジックテープのこの、これがね、ついてるんで、ベラさんのシステムケースみたいなものですか、あそこにこう貼り付けて、自分好みの、その時に合わせた工具セットとして持ち歩けるように、そういった配慮もされてます。そういったものもちゃんと対応してるっていうケースです、これは。でね、こういうのはやっぱり、そうですね、ハゼットさんですと、これでだいたい1万、そうですね、3000円から1万5000円弱ですね、1万4000円前後ぐらい、そこら辺の価格帯でなんか販売されることが多いんですけど、国内では。で、ハゼットさん曰く、正直これを通常で買うと、もう数万円の値段になってしまうんで、日本国内だと。それがもう2万円以下、もう1万5000円もさらに切って、その値段で手に入るっていうのは正直お買い得ですっていうことなんですけど、まあ、実際ね、これハゼットさんのやつはもう人気があって、もう販売された後ね、在庫がなくなってくるとプレミアついちゃって、なんかおっかない値段になったりするんですけどね。実際のところこういった小さいツールのセットはうちでも持ってるんですけど、もうちょっとまあ中身はね全然違うんですけど、まあポルシェモデルとして出されてたモデル、あれがうちにあるんですけど、タイプのもので3万円弱ぐらいします。まあハゼットさんもね、正直なところ買うと結構いい金額になってしまうんで、このサンタツールはね、工具好きな人であれば是非楽しんでいただきたいような、そういうセットです。まあお家で使うのにはね、ちょうどいいセットになってたりもしますし、実際これはもう家に置いておいて、まあパソコンの修理はもちろんです。家具ね、組み立てたりとか、いろんな時にこれ重宝するんで使わせていただいてるんですけど、まあこれね、ちょっと値段設定は高めですけど、まあもしよろしければ大人の楽しみとしてこういうものをこう買ってみてはいかがかなっていう気もします。まあ他ね、ミニカーが出てくるものであったりとか、バービー人形とかね、あと、そうですね、ムーミンのフィギュアとかね、こういろんなものがね、集まるセットなんかもあるんで、香水なんかが出てくるね、某有名ブランドの、そういったものもあったりしますし、なかなか楽しいと思います、探してみると。まあ、もしよかったら皆さんもぜひこれ、楽しんでみてください。12月に入って、こう、毎日毎日楽しみが増していくと思うんで。あとまあこれね、工具好きな人にとってはこういうものはプレゼントに結構いいと思います。まあ早めのクリスマスプレゼントとしてね、これをあげて楽しんでっていうのもいいですし、まあまあまあ、これはまあよろしかったら皆さんもぜひ楽しんでみてください。結構おすすめです、これは。ここのところ何年かね、これ買ってるんですけどね、両方とも、まあいいと思いますよ。